さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さあ今日はこちらです。じゃーん、はい、ちょっと画面に収まりきれていないんですけども、今日はですねこんな荷物が届きました。早速ね中身を開けてみたいと思います。楽しみです。はいはい、さあ出てくるかな。出てきた出てきた、こちらですかね。はい、ちょっとね袋は置いておきます。はい、というわけでね、今回はですねこちらです。イオシスのサイトでまたね中古のね、iPhone を購入いたしました。やったー。じゃあね開けてみましょう。この瞬間がいつも楽しみで仕方ないんですけども、今回はねいつも以上にね特別な思いで買ったので、ね、楽しみです。はい、お、もうちょっと裏の色が見えちゃったけど行きます。やった、おお、楽だね。こうだね、こうだね。はい、というわけで今回はですねこちらですね、 iPhone7 をね購入してみました。はい、というわけでね今回はねこの、ご紹介をしていくんですけども、動画の内容なんですけども、オープニング、開封、購入経緯、注文の様子、そして設定完了後のね、お話という感じでね進めていきたいと思います。概要欄のところに目次をねつけておきますのでね、飛ばしてみたい方はそちらをご利用ください。じゃあ早速なんですけども、オープニングが終わったので開封をねしてみたいと思います。箱がねついてるタイプの、商品と本体のみのね購入って今まで何回かやったことありますけども、今回は本体のみということで、もうこんな感じでね袋の中に直に入っている状態です。じゃあ開けてみますね。はい、じゃんじゃんじゃん、はい、こんな感じです。はい、綺麗ですね。でですね今回はですね、まあこの後購入経緯もお話しするんですけども、こちらプロダクトレッド、プロダクトレッドの iPhone 初めて購入してみました。うーん、赤い、綺麗ですね、かっこいいですね。でまあね私アップルの、ね、製品は今までいろいろ買ったことがあってですね、過去に新品で買った iPod Touch でプロダクトレッドの商品は購入したことがあるんですけども、 iPhone で、まあ、赤い iPhone ね は初めてです。で、まあ、プロダクトレッドって何っていうことなんですけども、まあ、これは中古で買ったのであまり意味はないんですが、まあ、新品で買った場合、プロダクトレッドっていうのはですね、世界エイズ結核マラリア対策基金という団体にですね、売り上げの一部が寄付されるということで、まあ、結構有名なお話だと思うんですけども、まあ、これアップルに限らずね、他の製品でも、プロダクトレッドでね、赤い色をしている製品があるんですけどもね、結構多いと思います。ヘッドホンとかもね、あるんですよね。で、アップルではこういう端末でやっていてですね、確か iPhone7、この商品 iPhone7 ですけども、この商品が初めて iPhone のシリーズでプロダクトレッドの色を出したということで、当時ね、話題になりましたよね。なので、今までねいろんな色の iPhone 買ってきましたけども、まだ私このプロダクトレッドの赤い iPhone はまだ持ってなかったので、まあ、今回購入するにあたってせっかくならこの色がいいなと思ってね買ってみました。はい、ここにね書いてあるんですね。はい、結構深みのある赤でね、真っ赤っていうよりはね、なんか落ち着いた色の赤みたいな感じの色ですかね。綺麗ですね。はい、というわけで、まあ、iPhone7 購入いたしました。で、こちらスペックがですね、iPhone7 で、容量 128GB で、色はプロダクトレッドです。で、中古の商品買うにあたってですね、新品とは違って、やっぱり中古品ですから、少しはね、まあ、劣化とかね、衰えた部分っていうのがあるんですけども、まあ、これがね、中古 A、B、C とランクが3つに分かれているんですね。で、過去に私中古の、C ランクのものを何回か買ったことがあって、まあ、C ランクだとね、やっぱり、まあ、地図とかもそうですけど、バッテリーの持ちが悪いというのがね、過去に何回か経験したことがあってですね、最近こういった iPhone とか iPad とか中古で買うときはなるべく B ランクのものを買うようにしています。まあ、ちょっと高いんですけどもね。だけどやっぱり長く使うのにはやっぱり B ランクの方が、さすがに A はねちょっと値段予算的な問題もあるので
中古 B ランクが私にはちょうどいいかなと思って、今回こちらの商品も中古の B ランクで購入してみました。はい、ではね、ここからは購入の経緯をお話ししてみたいと思います。でですね、私初めて iPhone を買ったのがこちらなんですね。これは2013年初めての私のスマホデビューということでね、iPhone5S っていうのが私にとっては初めてのスマートフォンでした。で、これ2年間使って、次に購入したのがこちら。これは iPhone6S で発売したばかりの頃に買いました。2015年の11月頃に、機種変をしました。はい、そしてこれを5年くらい使った後に、はい、こちらですね、 iPhone11 Pro、 これは2020年の10月に購入しました。ちょうどね、 iPhone のね、12シリーズが出る直前に買ったんですけども、まあでも11でもいいかなと思って、でせっかくならやっぱりカメラの機能がいいのでね、 11 Pro これを購入して、今これが私のメインのスマホになっています。でこの3台 5S、6S、そして11 Pro、 これは全部ね、あの新品で au でね、あの購入してですね、この11 Pro は今も現地に稼働しています。でですね、私の場合は、なるべくね、このメインのスマホっていうのはもちろん壊したくないから、もちろんケース入れたりとかガラスフィルム貼ったりとかで保護はしているんですけども、なるべく出かけるときはいいんですけど、まあお家にいるときにはメインのスマホというのはなるべくいじらないようにしたいんですね。丁寧に使いたいので、なので、家で過ごすときとかはサブ機を持っています。で、ですね、こちらが、はい、こちらですね、 iPod Touch です。でこれは新品で買ったものなんですけども、これブルーの色と、これともう一個今手元にないんですけども、プロダクトレッドのやつを持ってました。これ2015年の、第5世代でいいのかな、確かね、 iPod Touch のね、はい。で、まあ、これは iPod Touch、 結局は中身が 5S と同じぐらいのスペックなんですね。だから、6S とか今 11 Pro ですけど、このあたりを使うとやっぱり iPod Touch だと性能面ではちょっと追いついていけないんですね。まあ、あとおまけ程度で、これ 5C も、これは中古で買ったんですけども、まあでも 5S と同じ世代ですからね、まあこれはね、音遊び程度ではいいですけどね、何かね、まあゲームしたりとか、私の場合最近は動画ですから、動画編集とかには、ちょっとね、スペックが足りないんですね。で、これ両方とも 16GB なんですね。あ、ちなみにこの全部の新品の iPhone は、5S、これが 64GB じゃないや、32GB。で、6S、これが 64GB。で、今メインで使ってる 11 Pro、これ 256GB の、容量になってます。で、今メインで使っているのがですね、あ、これクソ買ったやつ、これじゃなくて、こちらですね。はい、これが iPhone6S の中古品です。私、イオシスのサイトで初めて買った中古の iPhone がこれだったんですね。もう2年ぐらい前に買ったんですけども、これ 16GB、まあ、当時、まあ、サブ機だったらそんなに容量いらないかなと思って 16GB で買ったんですけど、やっぱり 16GB 足りないというのと、これ落としちゃってちょっともう画面地図が入っちゃってるんですね。なので、まあ、これを置き換えようということで、今はこれをメインで使ってます。色は先ほどのこの 6S と同じなんですけども、これは iPhone7、 これは中古で去年の8月頃かなに買いました。で、これ使い始めたらもうメインの 11 Pro と同じぐらいに気に入っちゃって、あのもちろんこれ中古品ですから、もう少し劣化はあるんかもしれませんけども、でも傷とかほとんどないし、この7買った時に、このやっぱりホームボタンが物理ボタンでなくなったっていうのでね、ホームボタンって陥没問題がありますよね。押せなくなっちゃうっていう。だからこれを、なんだろうな、物理ボタンじゃないけどちゃんと押せる感があるっていう、このタイプ私好きですね。あとはこの iPhone7 からステレオのスピーカーになったので音がいいんですよね。もちろん 11 Pro も音はステレオですからいいんですけど、 iPhone のシリーズステレオのスピーカーになったのってこの7からだったと思うんですけどもね。あとはこのブラックライトじゃないや、 LED ライトね、LED ライト、このカメラについてる LED ライトがすごいチップが明るくて、それまで使っていた 6S 以下のやつよりも結構明るいんですね。
なので私カメラ撮影するときもそうですし、夜ね部屋の中で移動するときとかにちょっとねライトが欲しいときにこのライトよく使うんですけども、この明るさが気に入ったので、じゃあもう一台サブでセブンを、このセブンは家で使う用かなんかにして、もう一台私動画撮影もやっぱりメインでやってますので、そうするとこういう過去のねメインのスマホはもうこの中には容量パンパンで使えないし、かといって11 Pro これメイン、これ本当のメイン機だから、これを動画でデータパンクにしちゃうと大変なことになっちゃうので、動画撮影用だけのスマホというのがやっぱり必要だなと思って、じゃあ7ともう一台同じの買おうかなと思ったんですけども、でこれなんですよ。でこれが去年、去年の12月に購入した iPhone、6S Plus になります。まあ、6S と同じ時に発売されたやつでちょっと大きいんですよね。で、まあ、せっかく買うんだったらね、画面大きい方も見やすいよななんて思ったんですが、これずっと使ってと思ったのが、11 Pro のサイズはこれ 5.8 インチで、 6S プラスが 5.5 インチなので、サイズ的にはこっちの11 Pro の方が大きいんですけども、これは縦に長くて横はそんなに大きくないので持ちやすい。でもこの 6S プラスは横にも大きいので、どうもねやっぱり使ってるうちにね、ちょっと持ちにくさをすごく感じましたね。やっぱり持つんだったらこういう、4.7 インチサイズがちょうどいいということに気づきました。なので、まあ、この 6S せっかく買ってもう、半年ぐらい使ってますけども、あとやっぱり、ね、音がねステレオに慣れちゃうとね、こういう今までの過去のものになるのがちょっとね、これ音が小さいっていうのもあったので、じゃあやっぱり7以降のものをもう1台欲しいなと。でこの 6S の中古のやつ、この画面割れちゃったやつ、最初これを置き換えるつもりで 6S プラスを購入したけども、大きすぎたっていうのがあったので、いろいろ考えた結果、この7と同じやつで、こちら同じ7、全く同じです。こちら去年買ったこれも7、これローズゴールドのタイプですけども、これ中身 128GB で中古 B ランクで購入しました。で今回購入したこちら iPhone7、128GB 中身同じです。唯一違うのは色だけということでね、全く同じスペックで購入してみましたというわけでね、購入経緯が長くなりましたけども、また私のアップル製品が増えました今こんな感じで手元に何台か持ってますけども、はい、こんな感じでいっぱい持ってるんですけども、これで私の iPhone、アップル製品か、アップル製品は新規合わせて通算14台目になりました。まあなんでそんなにいっぱい持ってるのって思うかもしれませんけども、でもねガジェット好きの皆さんだったらこの気持ちは分かっていただけるかななんて思いますもちろんね動画メインで、ね、やっていくので、動画用のね iPhone っていう意味もあるのでね、今後もいっぱい使っていきたいと思います。はい、長くなりましたけども、今回の、購入経緯こんな感じで説明させていただきました。はい、ではですね、次はですね、ですね、イオシスのね注文の様子をね、撮ってみたのでね、そちらをご覧ください。どうぞ。はい、スマホの画面に移動しました。ではですね、 iPhone の注文を iPhone でやりたいと思います、ではサファリを開きまして、もうねイオシスのページを開いています。でですね、こんな感じでね、いろんな項目が出てくるんですけども、もう私何回もページを見ているのですぐ見つけられるんですが、まずスマートフォンのところから iPhone に入ります。そしたら今度はね、この iPhone のね、まあ機種いろいろ種類がありますから、この中から今回購入したいのが、ここか、 iPhone7 のところですね。はい、ここ入ります。そうするとまあいっぱい出てくるんですけども、もうお目当てのものは決まっていますので、下に移動しまして、ページを3ページ目にします。はい、そうして、出てくると思うんですが、あったここですね。はい、この赤いやつね。はい、au ですね。au で、SIM ロック解除済み、au iPhone7128GB ね。
で、ここがね重要なんですよね。まあ、本体のみで大丈夫、まだ在庫もあると。で、中古の B ランクね、で価格が 13,800円ということで、今回はこれをね購入したいと思います。はい、中入ります。まあ、こんな感じでね、商品の概要がねいろいろと出てくると思います。改めて今回はね、iPhone7 ね、7、あの以前もね7持って、買ったんですけども、なかなか良かったので、今回も7で、しかもまだ持っていなかったこのプロダクトレッドね、この赤結構いいらしいので、購入してみたいかなと思います。はい、こんな感じです。ではね、あとは購入手続きね、あの住所とかね、あの入力したいと思います。はい、というわけで、約3時間ぐらいかなかかったんですけども、初期設定終わりました。こうやって並べてみるとね、どっちがどっちか分かりいただけますか。これまあ両方とも iPhone7、中古なんですけども、左側が昨年購入したこちら、ローズゴールド、そして右側が今回購入したプロダクトレッドとなっております。改めましてですけども、両方とも中身は 128GB です。でですね、まあ、今回こちらなんですけども、いつもね私あの中古品買った時に必ずチェックすることがあります。で、 iPhone の場合はですね、設定のアプリ入っていただきまして、で項目のね、下の方に行くとですね、ここバッテリーという項目があります。でここ入っていただいてですね、で、ここですね、どこだ、下の方だね、ここバッテリーの状態というところがあります。ここね必ず確認してください。ここね、あの新しくあの買った新品だったら、このバッテリーの状態が 100% っていう風に出てるんですけども、まあ、バッテリーって消耗品ですから、使ってるうちにだんだん劣化していくんですね。で、まあ、交換するとまたここ 100% に戻るんですけども、まあ、どのくらいねあの残っているかなっていうので、まあ、これがね中古ランクに分かれるんですけども、中古で一番下の C ランクなんかだと結構バッテリー容量が少なかったりとかもします。で今回購入したこちら、中古 B ランクで購入したんですけども 75% ということで、まあまあまあまずまずかなという感じです。ちなみに、こちらね昨年購入した方のやつはですね、これも使い始めて半年以上経ってますけども、バッテリーのところに入ってここですね、バッテリーの状態というところを見ますけども、はい、こんな感じ。こっちは83% かな。これ購入した時ね 88% で結構、ね、バッテリーの持ち良かったんですね。なのでまだまだ全然いけます。まあ今回購入したのはね 70% 台ということで、ちょっとね減ってはいますけども、まあでもね中古品ですしね、使う分には全然いいかななんて思いました。でですね、今回もですけども付属品としまして、前もってねこちら、はい、ケースとあとガラスフィルム用意しました。でですね、ケースなんですけども、こちらはねもうすでに去年買ったやつには入れてるんですけど、これと同じクリアタイプのやつね、やっぱりねこの背面のねこのプロダクトレッド、この色はやっぱり隠したくないですね。ずっと眺めていたい色だったのでね、今回クリアケースにしてみました。でですね、こちらのガラスフィルムなんですけども、これ実は買ったんじゃなくてですね、去年買ったやつです。2枚セットを買ってあったので、この中に1枚余分で残っているので、今回もこちらを使おうと思います。でですね、これ気づいた方いますか。これ実はですね、左はねもうフィルム貼ってあって、右はまだ貼ってないんですけども、これ左側ですね、ここホームボタンだけ色が白くなってるんですね。これなんでかっていうと、実はですねこれホームボタンが白いんじゃなくて、もともとこちらと同じようにフレームがね白いんですね。で iPhone って本体の色によってこのフレームの色って変わるんですよね。で最近の iPhone はもうホームボタンがないタイプって全面画面になってるのでフレームがないんですけども、一昔前の iPhone はねフレームがみんなついていてですね、こちらこれ iPhone 5S なんですけども、スペースグレーのカラーとかね、あと黒系のカラーだとこのフレームの色っていうのも黒くなるんですね。でそれ以外のカラーの iPhone は全部フレームが白くなるんですね。なので今回は去年買ったこのケースはですね、このフレームの色がついてるタイプのケースを買いました。なのでこれ周りが黒くなって、ホームボタンの色だけ白くなってるっていう感じです。でもう一個ね、2個入りだったので、もう一個のケースじゃないや、フィルムね、フィルムをこっちに貼るので同じような感じの色になると思います。逆に白いフレームのね、ケースじゃなくてフィルムね、フィルムを売っているのでね、よかったらご参考にしてください。
でフィルムなんですけどもね、まあ、今いろんなフィルムがありますよね。で普通 の, あのなんかプラスチック製 の, あのふにゃふにゃしたフィルムもあればガラスフィルムもあるんですけど、私はなるべくねガラスフィルムをね買うようにしています。この QH っていう、これ硬さの単位らしいんですけど、硬いやつをね選んでます。で最近はなんかねあのガラスコーティングっていうのもありますよね。あのケースじゃないフィルムね、なんでいつもケースとフィルム間違えるのかな。フィルムを貼るんじゃなくてこの画面にガラスのコーティングをね塗るっていうのもありますけども、どうもね私はあれがちょっとうーんって感じなんですけど、まあ普通にフィルム貼ってね、万が一行った時はフィルムを交換すればいいのねっていう感じですからね。はい、という感じです。あと気づいた点としてはですね、こちらプロダクトレッド、こんな風にね赤い色をしてますけども、このアップルのマークはシルバーになってました。であと、このホームボタンの周りのリングのあの色って基本的にその本体の色に準ずるんですよね。なのでこれはローズゴールドの場合はここのねホームボタンの周りのね輪っかの色がね一応ローズゴールドになっているんですね。ちょっと見にくいから、うん、でこの場合、プロダクトレッドの場合どうなんだろうと思ったんですけども、さすがに赤くはなってませんね。これはシルバーですね。はい、という感じでした。はい、というわけでね、まあ、長くなりましたけども、iPhone7 の中古ですけどもね、 128GB のプロダクトレッド、中古 B ランクイオシスさんにてご購入させていただきました。これで私の所有する Apple 製品が合計14台になったということでますます Apple 信者としてね頑張っていこうと思います。この2つはね今後とも動画撮影のメインに今後していこうと思っていきますのでね、引き続きいろいろといじっていこうかななんて思います。はい、というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。